さあ、まあ右の怖いのが梅木さん、はい、左の優しそうなのがチョコ。いやそうですか、左側の人このヤクザの親分みたいな貫禄ありません？いいそんなことないですよ。右側の方が下っ端でさ、ちょっと T シャツ大丈夫ですかこれ、よく見てください。T シャツよく見てください。あ、隠しましたよ。あ、大丈夫ですね。セーフです多分左の方もかなり怖いと思うんですよね。あ、本当ですか。なんかちょっとでも普段優しいんですけど、ちょっと失敗したらなんかもうなんか、ね、超厳しいみたいな。まあ風評被害です。まあ風評被害ですねさあ、では梅木チョコ、過去何度も当たってますね、はい、結構チョコの方が勝ち越しれるイメージがありますが、実際はちょっと存じ上げませんっていう。さあ梅木さん、ちょっといろいろネタをね、ちょっと僕が見せていただいたん で、ね、はい、ここで見せていただけるのかなという感じですけど。なるほど、バグキャラですね、ピンチは。ああ、まあ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 、はい、あの本人たちに聞こえないほど離れてるので言いますけど、なんかまあ別に最近ってわけでもないですけど、最近特にあの高パーセントのパラソルを露骨に狙ってるような感じがするんですね。本人も言ってましたからね、梅木レインボーを犠牲にして。あ、なるほど出てたってじゃあ、パターンをはめるっていうわけじゃなくて、本当に必殺技を、はい、身につけてきますからね、はい。まあ、文字通りあっという間に撃墜しますね。さあ、ジャンプ読まれると、これはこれね、危ないんですよ。ああ、ドンですか。これ、勇気ありますね。確かに失敗してしまうとパラソルが飛んできて死にます。そうですね、まあ、おそらく擦ってたんですかね、梅木さんも。まあ、擦ってるでしょう、はい。さあ、屈したと、くーっと、これは高いが、まだまあ、抜けたら可能性ありました。抜けたら多分、はい、うん、そうですね。空中しろ。さあ、パーセントは梅木がちょっと負けているが、激戦力を考えると全然わからない。空中しろ、危ない。おっと、素晴らしい前歩きにつかみ、ど根性つかみですね、はい。空中しろ、危ない。さあ、どちらが、あっと、空中しろ、重いですね。だって空中にいたのが助かりましたね。まあ、地上で当たっていたら、はい、もうちょっと低ベクトルになるんで。ああ、なるほど、消されてしまいますけど、はいはい。さあ、ガンガードから暴れてくるが、やり過ごす。さあ、ピーチが歩いて寄ってくる、ちょっと怖い。差し返しが素晴らしいが、まだ撃墜できず。さあ、しっかり笛でやり過ごして、これは返ってくる。さあ、状況が有利だったが固められて、はい、素晴らしい勇気ですね。さあ、怖いぞ、空中しろ。お、なんか今見えました。見えましたねまあ、多分ルーズルーズですよね、はい、この場面で本気で使おうとするとさあ、お互いに怖い。おっと、おっと、上京暴れていって撃墜。まあ150後半でしたね、はい。つかみ長いぞ。さあ、ちょっと黄色信号のパーセントになってしまった。ここでなんか指導を食らうとちょっと怪しいかもしれないですね。まずいですね、はい、非常にまずい、はい、危ない。さあ、梅木ちょっと場なんか弱。チョコ選手の拒否がもうすごっと素晴らしいと褒めてたところに、前返しからの空中ニュートラル褒めるとドンですね、はい、もう絶対倒してやるぜみたいな意味が伝わりましたクシャ、さあ、火力高いと思われたが2回目当たらず、どんどん来るぞ。空中前を落としていって、さらに追い立てる。さあ、これは厳しい。危ないですね。おっと、傘が助けてくれた。ただこのチョコの地阻止が素晴らしい。うまいですね、ギリギリまで寄せつけて、はい。チョコが1戦目勝利。さあ、2本目はステージをどこを選択するんでしょうか。スマブラを選択、はい。3戦目のステージを予想していいですか。いいですよ。戦場もし行ったらブランドかな、俺か。何ですか、横京。空中しろ、しっかりジャスカーで確認して DA で反撃。辛いですね、この瞬間。
ただね、ゼロスーツサムスの空中で実は 6% しかないんですよ。ああ、なるほど。引き当ててもクラウドの空中でぐらいなんで、はいはい、落ち着くってことが大事です。怪しいコンボにならない限りは、はい、そこまでダメージは食らってないです。かゆいかゆいと。はい。ジャック暴れてくるが、その後強気になったところを暴れてくる、さらに。さあ、吹き飛し、どうなる？帰ってきましたね。これは上 B だが、まだ撃墜には至らない。さあ怖い。おっと待っていた。おっと素晴らしい。上がった後まで見てるゼロスーツサムス使い。空中前からの、さあシドが美味しいが外に逃げて。おっとゴルフクラブですか。さあここで撃墜できるか。おっと空中前致命エフェクトが出ましたがしっかりベケン。これはさあなんとかかなりダメージをもらってしまったもののパーセントさえ勝っていればまだ大丈夫。さあこれまたも怪しいパーセントになりましたね。さあチョコ悪いことを狙って来れない。前を詰めてくるか。空中前。おっと。あとこれは。おお、まさかまた守ってくれますね。傘。傘強いですね。さあ梅木選手かなり厳しくなってきた。はい。これはそろそろほかほかが乗っているぞ。何かを当てたい。かけばい空中しろ狙っていったが。あ、これは撃墜できるでしょう、はい。しっかり見逃さない。やはり掴みを透かすとね。ピーチというキャラクターはものすごい火力を秘めてるんでまだまだ分かりませんよ。まだまだいけますか、はい、期待してますか何かを。今の下強をかなり期待しましたよ僕は。なるほど。さあまずは同じ土俵に立ちたい。復帰措置が厳しい。あっ、うまい。とそのままいった。さあチョコ2連勝。敗者側の決勝準決勝準決勝かな。勝ったのはチョコゼロスーツサムス。はい。ということで勝者側に残っているのがケンと、キュービーです。さっき方がキュービーです。会社側がチョコ、そしてさっきチョコともう一人見せてトーナメ表あ、キリアハセンです、はい、そうです。それはもう一個の方ではセジュン選手とポケモンバトルをしている。おお、そうですね、はい、黒いマスクこれは無限アナの具材が決まりますね。これはものすごく強いんですよ。なるほど、はい、Z パワーですか。はい、はい、わかりました。さあ無限アナの具材が決まる。どのぐらい減りますかね。8割ぐらいですかね。あれ鉄管が減らない。硬いですね。守ってましたね。見てませんでした。なるほど。守るとやはりダメージがかなり抑えられますんで。守ると多分守りが鉄管ガヤと普通のギルガルドですかね。鉄管ガヤとギルガルドってどっち早いんですか。鉄管ガヤの方が早いはずですよ。なるほど。ということはギルガルドは都合がいいわけですか。そうですね、都合はちょっといいですね。あー、ヤドリギの種が ゴリガルドではないですよ。61、鉄管が61ですね。おお、合ってましたね。あ、僕も一応出てましたからね。なるほど。
さあ、ちなみにビーストブートが作成しました。何ですかそれ。これはね、倒す自分のポケモンが倒すと1段階能力が上がるんですよ。なるほど。一番高い能力なんですけど、おうこれ多分僕何でも言ってる人は多分何も見えないんですよね。暇なんで喋ってるだけなんですけどそうですね。さあ、メガガルーラ業務連絡をすると次はまず B クラスの決勝を行います。お、さあ、ヤドリサルが炸裂。親子出てきましたね。出てきましたね、親子。今でも強いんですか。強いらしいですよ。なるほど。うわ、結構回復しました、ヤドリルナネ。やはりガルルの HP は高いです。また守りましたね。そうですね、ミガヤドですからね。ただ火炎放射、さあ、これははめられてますね。これはめですか。これはめです。守るヤドリに。そうですね、あ、これ完全にはめですね、これは。まあ、でもガルーラの方が上取れてるんで、多分本物ハメにはなってないんで、多分これで、これでもう撃墜ですか。硬くないですか。あー足り、あー足りない。今かなり親子愛の弱体化が響きましたね。なるほど、はい、弱体化してなかったらおそらく落としてたところですけど。ガルーラもう落ちそうですけど大丈夫ですか。大丈夫じゃないですね。あ、これも大丈夫じゃない。これ大丈夫じゃないです。今のちょっと解放して落とせなかったのはもう大変ありがとうございましたの可能性が高いですね。なるほど。あ、 B クラスの決勝、 B クラスの決勝戦、鉄平さんと誰だ。ちなみに我々のポケモンポケモン謎実況を聞きたい方はぜひポケモンの方の配信もね見ていただいて。あっちの方がちゃんとしっかりしてるんでね。はい、まあ、我々の僕だってシングル落ちましたからね。そうですね、もう激出その程度のプレイヤーが喋ってるだけです。ちなみにブルード先生が勝者は決勝強いですね、まあ、ポケモンとかやってますからね最近は、はいはい、スマブラ勢のブルードが SGC ポケモン部門で決勝。なぜなぜ、 なぜこれ苦しくないですか。これは苦しいですね。鉄管街は落ちたんですね。鉄管街倒してましたけど、ギルガルドはもうやはり強力なポケモンなんで、うん、これなんかミスって外れたりしないですか。いや、これ 100% の技ですね、残念ながら。じゃあもうダメですね、これね。はい、残念ながら、はい、撃墜ですね、これ。これ撃墜ですね、はい、ちなみにどっちが勝ったのか分かりません。セジュンウィンですね。セジュンウィンですね、はい、やはり強い、はい。彼なんか招待されたかもしれなくて自分で来たらしいですね。そうなんですか。そうらしいですよ。自分で俺はウェブラに行きたいんだっつって言って。ああ、とてもありがたいことですね、はい、それは。もしかしてヤギのお兄さんさんがまたあれですか、決勝戦ですか。またでしたっけ。あれなんか前犬のお兄さんそうです、犬お兄さんそんな感じだった気がしますよじゃあヤギじゃなくて犬です。いや、わかんない。あの偽名の可能性もあって、なんか似たような名前だとその可能性があるんで。さあ、ヤギのお兄さん対鉄平さん。なるほど。あれ、対面座なのに、なぜ同じ。おっと、対面座ですよ。これはおそらく慣れてないですね、配信。これは慣れてないですね、彼は慣れてないのか、仲いいのか、どっちかですね。いや、仲が良くても行かないですよ。行かないか。なるほど。はい、ではさあ B クラス決勝戦、ヤギのお兄さん対鉄平さん。はい、ポケモンのにわか実況は上です。ヤギのお兄さんさんですね。ヤギのお兄さんさんです。鉄平さんさん対、鉄平さん対ヤギのお兄さんさん、はい、2本。なるほど。マイクもマイクも、はい、はい、はい、では B クラスの決勝戦始めてまいります。プレイヤー名をどうぞ。ゆいさん、鉄平対ヤギのお兄さん。はい、ヤギのお兄さんさん。はい、以前あの犬のお兄さんさんっていう方がいらっしゃったんですけど。犬でしたっけ。あれ、わかんないです確かものすごいパフォーマンスをした人ですよね。そうです。ファルコのなんか洋服を着ていきなりバッて脱ぎ捨ててベロッタを使用した、はい何も関係ない、あのピカチュウ、ヨッシー、カービィみたいな感じの。さあ何を使うのか。そうです、鉄平さんおそらく村人でしょうけど、ちょっと何を使うんでしょうね。
まずはフォートステージじゃんけん。